さあ続きいきましょう。 FF7 です。今準備しててソフトを、このフィールド曲を、ま、ずっと流しっぱで準備してたんですけど、ワールドマップのこの曲かっこいいですね。まあ、どの曲もかっこいいんですけど、なんかね、こうストーリー性があるというかね、物語性があるというかね、そんなかっこよさがありますね。たまらんね、あれ。ちょっとずっと聴いてられますわ。さあ、改めまして、いきますか。ゴールドソーサーへ。とりあえず、まあ中は一回入ってみましょうよ。入場料、楽しげやな。入場料さえ払ったら、ある程度は遊べるんやろな、おい。課金がめっちゃ必要なんちゃうやろな。一応入場料払ってさ、一回入らんと。おい。とりあえず、3000で、はい。チケットは一度ゴールドソーサーから出ると無効になる。OK っす。ここゴールドソーサーで料金を GP でお支払いいただくものが多数あります。GP はゴールドソーサーでのみ使うことのできるお金だと思っていて、ペリカみたいなもんやね。ペリカはワンダースクエアの各種ゲームとチョコボレース上でのみお求めいただけます。 GP の個人所有は1万までとなっている。はい。 GP はちょだましとけるんすか。そこをちょっと教えてもらわんと、ちょだまができるのかどうか。なやこれ、なんやこれ、チョコボスクエアとかいろいろあんのか。楽しまなくちゃ。そんな場合じゃないのは分かってるけどね。なんやここ。バレットも元気出して。そんな気分にはなれねえ。俺のことは放っておいてくれ。バレットは遊ばへんの？そう、仕方ないね。エアリスはね、ちょっとうざいですね、感じが。行こう。ちょっとひどいんじゃない？こういう時変に気を使わない方がいいよ。そうかな。大丈夫よ。私たち遊んでくるね。行ってこい勝手に。俺たちはセフィロスを追ってるんだぞ。それを忘れるんじゃねえ。あ、とか言いながら占いのとこ行ったやん。怒っちゃった。いや占い行ったわあれ。大丈夫みたい。なんだかいつものバレット少し元気出たみたい。セフィロスが来てるかもしれない。一緒に行かない。一緒行かない。行く。お前一緒に行く。よし。どっちか選んだ方がいいかな。エアリスうざいしな。ティファで。あれ二人かよ。じゃあもう絶対ゲレゲレで。よし行くぞゲレゲレ。ちょっとインフォ見ようぜ一緒に。イベントチョコボ、ゴースト、バトル、ラウンド、ワンダー、スピード、ゴールドソーサー。あ、これ直接行けんのかな。ほう、まずはほうほう、イベント何やったっけ。まずイベントスクエア、楽しい演劇があなたを待っています。チョコボスクエア、チョコボレーシングが君をバーチャル空間へご案内。ほうほう、ゴースト、こちらにはホテルがございます。お泊まりの際はこちらへ。バトルスクエア、はい、ラウンドスクエア、園内一部、スピードスクエア、シューティングコースターが君を待つ。ワンダースクエアでGP を貯めてたくさん遊ぼう。 OK、 まずじゃあワンダースクエア行ってみるか。順番に行きますか。どこワンダースクエア。ここか。バレットの後を追う。すげえすげえ。ヘイユー、暗い顔してますな。何何何やお前。どうですか皆さんの未来占うで。関西弁や。
明るい未来、愉快な未来、あ、悲惨な未来が出たら堪忍してや。エセ関西弁や。あらら、すんません、僕は占いマシンです。名前は、わあ来た、ケット、ケットシー。どっちがケットなんやろ、上がケット下がシーなんやろ。占うのは未来だけか、バカにしたらあかんで、うせもの、うせびと、なんでもございや。じゃあセフィロス占ってくれ。そうセフィロスですな。ほな行きますぜ。同姓同名いるかもしれんで、大丈夫、うわ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 、大丈夫大丈夫、ノリノリや。占いが出た、中吉、活発な運勢になります。知らんけど、周りの人の好意に甘えて人頑張りしておくと夏以降にドッキリな予感。なんだこれは。いやもういいです、もういいです、いやいいです、いいです、いらないです、もういやもういらないので。え、忘れ物に注意、ラッキーカラーは青って言われても、聞かれても、こっち聞かれても、もういい、待ってえな、もっぺんやらして。もく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 、かわいいなこいつ。なんだと、読んでみろクラウド。求めれば必ず会えます、しかし最も大切なものを失います。マジかよ、ええんか悪いんかようわからんな。こんな占い初めてですわ、気になりますな。ほな行きましょうか。どこへ。占いやケット師としてはこんな占い不本意なんです。きっちりと見届けんと気持ちが収まらん、皆さんと一緒に行かせてもらいますわ。クラウドいいのか、どないに言われてもついていきます。仲間になんねや。あ、やったぜ、やったぜこれ。ええ、やった、すげえ嬉しいねんけど。イエローメガホン、銀の腕はめっちゃええの持ってるやつ、ガチのやつ持っとる。え、強いこいつマジで。操る、変身、変身持ってんねや。どうしよう、敵の技全体とりあえずつけとくか。まあ後で後で後でやったるわ、後でガチったるから。入り口で聞いたと思うけどよ、ゴールドソーサーのアトラクションのほとんど GP というゴールドソーサーでのお金がいる。これが普通に売ってなくてよ、ワンダースケアのゲームかチョコボレースでしか手に入れられない。ここで、このここのゲームで手に入れろということですね。あれ、ここなのかな。え、こう、あなたは GP を0点お持ちですね。する、うわ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 、そういうことか。ゴールドチケット売ってるやん、ゴールドチケットがまず第一目標か。バスケットゲーム、 A を押している間だけ力をため、 A を離すとシュートを打ちます。ゲージとかないの、ゲージとか上に投げすぎやろ、ゲージとかはない。一回だけ、一回だけこれ、高い、強いんかな、強いってことかな。いやちょっと高いぞ、まだ強いんかな。いや金なくなるこれマジで、ちょっとやばい。入った入った、あ入ったらもう一回できんのか、入ったらもう一回できんねや。うーわ少ね、ちょっといろいろやってみよう。アームレスリング、アームレスリング、メカ、メガ相撲、対戦レベルを選んでください。相撲、レスラー、いや分からんねん、だからどっちが強いの、相撲とレスラーって分からん。わわわわわわ、バレットみたいなの来た。 A を連打してください。レディーゴー、うわー、 You win。 え、
え2点手に入れた、はい、続々と手に入れていってるけど、他は他はガチャガチャ、ほんと金がかかるね、マジね、マジやね、これ金めちゃくちゃかかんぞ、これやばいぞこれマジで。ああバイク、バイクええやん、私は今日も風になる、バイク G バイク、あれやな、あれやな、あれや、やったやつ、やったやつや、一緒一緒、これ使い回し、これアホアホアホ、全く一緒、これオッケーオッケー、待ってよ、これオッケーオッケー、オッケーオッケー、待てよ、俺ら、あ、なんか一匹いっとる、アホてめえ、これお前、お前いつ現れた、オッケーオッケー、これで一気に GP 稼げんちゃう、 GPこれで一気に GP 稼ぎたい、押さえて、おいおい、 OK OK、 待て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 、おら待て、おら、はい、指が痛いよ、当たんねえ、やめろ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 、全然当たらへん、やめろやめろ、俺の点数を、ちょマジで指が痛い、赤強いっすよ、赤がめっちゃ強い、やめろやめろやめろ、赤つえー、赤の最後つえー、マジ強え、全然当たらんかった。さあこれどれぐらい点数もらえるんやろね、1点とかやったら泣くで、これ少な、ちょ待って、マジかよ、占いやる、少なすぎる、対人関係に注意、あそう、あの奥の方のが狙ってんのか、これできんの、これ UFO キャッチャーはできひんの、気にしないでやってくれよ、いや気になるよ、ガンミやんけお前、モグハウス、モグハウス、え、ここはモーグリ山のモーグリ森のモグの家、今日もモグの一日が始まります、モグは今年でクビパポプポー歳、人間でいうと28歳、そろそろお嫁さんが欲しい年頃です、ガチの年齢やん、モーグリの世界では飛べるようになると立派なオスとみなされます、え、ところがモグはまだ上手に飛べません、毎日一生懸命練習しているのですが、はい、何見せられてんのこれ、おやおや今日もダメな様子ですようです、そこで皆さんにお願いです、 A でモグの大好きなクポの実をあげて彼が飛べるよう手伝ってあげてください、あげすぎにはご用心、重くて飛べなくなってしまいます、何これ、何このゲーム、マジでくとる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 わ、くとる、まだ腹減っとんな、まだ腹減っとる、くとるくとる、まだ腹減っとる、くとるくとる、よし、やれや、食え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 、あ、くとるくとる、まだ腹減っとる、
どんだけ食うねん。太るよ。え？ずっと食うって。いや、もっと一回で 5粒ぐらいやったらええやん。あ、来た。もう一回ぐらい行く？満腹ぐらいまで行った方がいいんじゃない？よーし、腹いっぱいやな。よし、ええぞ。行け。あれ？行け。いや、もうええぞ。いや、もうええぞ。よし、行け。おや？ついにモグは飛ぶ覚悟を決めたようです。クソゲーやねんけ、こんなもん。なんやねん、これ。コンティニューって。やるか。取るな。あの、喜んだタイミングが一番ベストかな。食え食え食え。してんねん、早く食え。何をしてんねん。あー、まだ食いよるな。今回食うね。さっき腹いっぱいやったのに。よし、来た。オッケーオッケー。もうやで。そう、行き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 。飛べ飛べ。ぼーっとしてんと、ぼーっとしてんと、は、行けはよ。何のボタン押してももう何に反応しないんですよ。行け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 。行け、早く。待つな待つな。よしよしよし、行った。おや、ついにモグは飛ぶ覚悟を決めたようです。いったー、飛んだ、モグが飛んだ。これでモグも立派なオスモーグリになれたのです。オスやったんや。あ、そうか、28歳やしな。もうちょい練習したら？すぐ疲れるやん。疲れたモグは安心したせいか、今日は早めにお休みのようです。おやすみモグ。素敵な夢を。あー、来た、来てるで！メスメス！メスちゃう？メスモグに来たで！おい！寝てる場合じゃない！来た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 ！逆なんや。はっ！なんとモグも彼女を気に入ったようです。ストーカーやけどね、これ。一緒に飛ぼう的な感じになってるわ。なんでそっち行くね。さあ、彼女の前でモグは立派に飛べるでしょうか。雲の実をあげて彼女とうまくいくように。なんで俺が手伝ったらなあかんねん、こんなこと。これむちゃくちゃ簡単なんじゃ。え、なんか難しい要素あるんかな、これ。よし、来た。来た。準備 OK。人に施しをもらってることについて、あのメスはどういう目で見てるんやろ、こっちのこと。何してはんねんろ、って。今、この時間。この時間ですよ。何やの、この時間。私待たされて。どうせ一周回るんやろ。どうせ水平に一周回るんやろ。オルレミ飛んだ。モグが彼女の前で飛んだ。水平に三周回るよな。彼女もモグの男らしい飛びっぷりに、男らしい飛びっぷりにすっかり心を奪われたようです。え？さて、それからしばらくが経ちました。え？おやおや、
彼女とすっかり仲良くなったモグ。今日は二人でお出かけのようです。どこにも一匹おんねん。あーできた、住んどるわ、一緒に住んどるわ、もうやっとる。彼女の名前はマグ、とっても気立てのいいメスモーグリです。こいつ一丁前に家の表札みたいなところモグって書いとるな。どこ行くねんおい。お幸せにモグ、そしてマグ、元気で可愛い子供がたくさん生まれるといいね。子供をたくさん産むためにクポの実をあげてみよう。生まれてるやん、もう生まれてる。うっせえやん、しかも自分の子供じゃないやつ混ざってるやん。あれ色違うやつおったけど、ピンクはまだわかる。でも黄色の意味がわからん。明らかに浮気の子供が一匹おったけど、まあええか、そういうもんか。おやおや、どうやら余計な心配だったようです。え、終わり？これ。え、クソゲー、マジクソゲー。感動した、いいもの見せてくれてありがとう。これやるよ、めっちゃくれる。うせやん、うせやん。いや、めっちゃ簡単ですよこれ、めちゃくちゃ。いや、しかもそんな感動のもんでもないですし、金の価値ってわからんもんやな。 3D バトラー、格ゲーなん、おもろそうやな。うーわ、やらかした、金、あーもうない、金がない、最悪や。修理中、金がない。うわー、 3D バトラーやりたい。これもやれへんのかな。もうこんだけで終わりか。うわー最悪やで、もう金なくなったんやけど。ちょ待って、チョコボレース、チョコボレースで金いったら終わりやねんけど。ここはなんもないの。めちゃくちゃ高え、金めっちゃいるわ、5万はいる。走るんじゃないよ。ワンダースクエアで GP を貯めてたくさん遊ぼう。ここが拠点なんやわ、マジかよ。ん？チョコボ、ここで、でもGP をかけて増やすみたいなことかもしれん、競馬的なことかもしれん。チョコボレーシングへようこそ。負けた、チョコボレーシングへようこそ。チョコボ券をお買い求めですか。いや、そありもみたいに言われても、チョコボレースはコースの面接されたバーチャル装置によって実際には存在しない自然の中でダイナミックなレースを展開します。お客様はこちらでどのチョコボが1位と2着になるか、はいはいはい、やばい、競馬みたいな。はい、お買いになった馬券が、母券が、的中した場合はパネルに振り分けられたアイテム券を差し上げております。アイテム券は入り口右の交換所で、アイテムかアイテムに応じた GP の度数、ややこしいな、もう最初から GP くれや。ややこしい。オッズ表のチョコボって何？あれでチョコボの調子と強さが分かるのさ。強いチョコボが分かるなら簡単に当てられるじゃない。そうでもないんだよ、強さだけじゃなくて乗ってる騎手の腕前やチョコボの性格、これが悪いとスタミナを使いすぎてゴールまで持たなかったりと、いろんな要素が絡んでくるからね。どこにそのチョコボ表みたいなのは。スタッフルーム。チョコボ券は3点までしか買えない。チョコボを半分に絞って3点をボックスで買うとか。なるほどな。どこでほんで買うのはどこなの。俺らが普段買ってるチョコボ券って B ランクと C ランクレースだろ。知らん。ランクは C、B、A とあると。フリーのチョコボレーサーになれば A ランクレースのチョコボ券を買えるようになるんだよ。ランク上の方がアイテム券。チョコボレーサーにどうやってなん、
コネと自分のチョコボがあればなれるんだけど、チョコボ捕まえるのは大変だし、コネも持ってない。チョコボはまあ捕まえられるかもしれんけど、コネ持ってないな。エクスチェンジ、え、いや馬券買いたいんすけど、どこで馬券を買いたいんやけど、どこで買えばいいんだ。買いたい場合は、買いたい、あ、これや。おーい、おーい、なんやねん、あかん、金や。ちょっと待って、ちょっと待って、なんかアイテム売る場所ないんかな。最悪ですわマジで、こんなに金がないことが辛いとは。お、何これ、クラウド、あ、ん、あ、やられた、死んでる、一体セフィロスちゃん、セフィロスちゃんか、これ。おい、クラウド行くのか、ピョイン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 、うわ、ボコボコや、ピサロのパターンのやつ、これセフィロスがやったのか。これは違う、銃で撃たれている。セフィロスは銃など使わない、彼は刀ですからね。バレットちゃうやろな、おい、何があったんだ、片腕が銃の男、バレットやんけ。ほんまにバレットやん、あいつが。そこまでだ、おとなしくしろ。うわ、なんかやばいやつ来た、ガチムチ来た、ディオ、ディオブランドですか。違う、俺たちじゃない、俺たちの仲間のバレットってやつがやったんだ。早う逃げない、やばいで、逃げた、おい、捕らえろ。こういうアトラクションなんかな。ここまでだな、ザワールド。待て、話しよう、クラウドさん、あれー、なんかなんかマシン的な、あらららら、らあらららら、うわ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 、パック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 、あと一人だな、あと一人だな、はい、おい、少しはこっちの話を聞け、聞くことはない、下で罪を償うのだ、やれ、下、ゲートウェイトゥヘブン、あら、追放された、大丈夫か、ここは砂漠の監獄、コレルプリズンやな、ほんまに来れてしもたもんね、誰でも来れるプリズンや。砂漠の流砂に囲まれた自然の監獄、なるほど、一度入ったら出ることはかなわんって聞いてますけど、確かなんか特例があったような。バレてん、お前何してん、お前のせいで何してんの、お前自分何してん、あれ、バレット、あんたまさか本当に来るな、これは俺の、俺が肩をつけなくちゃならねえことなんだ、ほっといてくれ。それは誰、寝てはるけど、ひょー、あの人も皆さんのお知り合い、なんや、危なそうな人やな。そうなんすよ、ただええやつやで、これも銃で撃たれた後だ、謎が謎を呼ぶの。女二人残してきて、ひゃーはっはっは、ようこそ来れるプリズンへ。この下ほら、魔法っぽい色がね出てるけど、あれ、敵おんのかい、敵おんのかい、びっくりした、すげえびっくりしました。ちょっとあれ、マテリアちゃんとつけたいわ。
要还是可愛いあいつ。とりあえずこのパーティーで行けるとこまで行こうかな。めっちゃいいパーティーになってるわ。ちょっと待ってよ、こいつ回復を、ちょっと待ってくださいよ、回復をさ、血糖値にさせよう。こいつのがなんか回復っぽいから。で、お前は全体化ってもうなかったっけ。お前は全体化と変身、イカズチ変身、変身はもういらんねんけど、こいつの変身の、まあまあどっちでもいいか。じゃあちょっとまず返してほしいな。返してほしいですね。マテリアを。これ、こうか。ここは何ですの？宿屋かな？デンジャー。ハイボルテージ。空っぽ。とりあえずバレットを追いますか。まさか敵が出るとは思わんかったけど。わあ、結構大きい、なんていうか町みたいになってんねんな。監獄って言ったってみんな自由に歩いてんねやね。一つ教えておいてやるぜ。ここの砂漠は超危険だぜ。入るときはすんなり人を招き入れるが、外に出ようとすると砂漠がそれを拒むんだよ。けどな、逆に招かれざる客も拒まれて入ってこれねえなんて話も聞くな。なるほど、セーブしておこう。曲ええな。そこの奴らは嘘しか言わねえんだ。嘘だけだ。本当のことなんて何一つ言わねえよ。何回か話を聞いてみな。呆れてくるぜ。こいつらが、ここは天国だぜ。ここは天国だぜ。ここは天国だぜ。片腕が銃の男？知らねえぜ。知らねえぜ。知らねえぜ。知ってるってことか。ボスに会いてえ？南西にずっと向かえば会えるんじゃねえか？会えるんじゃねえか？会えるんじゃねえか？砂漠に出たらずっと止まってるんで、歩いちゃいけねえ。歩いちゃいけねえ。はいはい。いつか不思議なチョコボ社に会えるなんてことは絶対ねえ。チョコボ社に会える。砂漠に出てずっと歩いてたら、いずれチョコボ社に会える。おお、いや、結構強いやん。あいつなんやろ、あれ、回復してくれた。なんかザコ師匠みたいな踊り。うー、やめ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 、むちゃくちゃ師匠。うわうわ、盗んだる盗んだるわ。ルナティックハイいらんけど、これめっちゃいいやん。これルナティックハイ、あれボス戦の前にこう溜めていきたいな。リミット、よし、お金を貯めるんやぜ。またゴールド操作行くから、このエレベーターに乗りゃ上に行けるんだぜ。けどこれに乗れるのはチョコボレーサーに選ばれたやつだけなんだぜ。なるほど、そういうことか。チョコボレーサーの資格を取った上でもう一回戻る、そのルートで戻らせてもらうってことか。おそらく、シンラ。へっへっへ。そういうことかな？ん？ん？お、来た。来るなと言ったじゃねえか。って言われてもよ。行くとこないね。ちょっとタンマ、話しましょう。話せばわかるって。撃つな、撃つな、おい。
後ろ。お前たちを巻き込みたくなかった。何が？なんで二人？どうしたん？それクラウドのセリフ、危険だ、巻き込むわけにはいかないとかなんとかね。そうそう、それに私たちもう思いっきり巻き込まれちゃってるんだから。上でバレット見つけて慌ててここまで来たの。どうやって来てん？バレットちゃんと説明して。さあ説明お願いします。闘技場の事件は片腕が銃の男の仕業だと聞いたあんたか？違うねや。知り合いか？もう一人いるんだ、片腕に銃を持つ男。マジ？4年前あの日からもう一人いるんや。あの日建設中のマコールを見物に行った帰り道だった。バレット団員大変だ、村が襲われた、シンラの兵だ。何？さあ行こう団員。っていうか団員なんかな、これ団員なんじゃないか。だって主人公感すごくあるもん。あ、絶対そうや。なんてこった、うおーって怒って、団員がどういう風にどういうリアクション取るかやな。この時はバレットも片腕は銃じゃないねや。おいバレット、まだ終わっちゃいねえ、みんなが待ってる、俺たちの村へ帰るぞ。で帰って、バレット大村を頼んだぞ。うわち、おやっさん、危ない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 、やめ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 、おいバレット急ぐんだ。くっ、すごいかわしてるかわしてる、当たらない、無能やな。危ない危ない危ない、バレットここはこらえろ。来たスカーレットさん、下手な鉄砲はいくら撃っても当たんないんだよ。ほら遊んでないで援護しな。危ねえ、うわー、ダイン離すんじゃねえぞ。いいか、村へ帰るんだろ。ああ、離すわけねえ、俺たちの村に帰るんだ、みんなが待ってる。エレノアが、マリンが、マリンはダインの娘なのか。ここで怪我したんか、ここで右腕やられたんか。俺の右腕はもう使い物にならなかった。しばらく悩んだけどよ、俺は右腕を捨てこの銃を手に入れた。なるほど、俺から全てを奪っていった信頼復讐するための新しい右腕。その時の医者から聞いたのさ、俺と同じ手術を望んだ男がもう一人いるってことをな。ただしそいつは左腕が銃になってる。ダインやんけ、ほれ。でもそれならダインもあなたと同じでしょ。そうよね、シンラに騙されたんだもの。きっと一緒にシンラと戦ってくれるわ。わからねえ、わからねえが、俺はダインに謝らなくちゃ気が済まねえ。だからよ、一人で行かせてくれ。好きにすればいいと言いたいところだがダメだな。ここであんたに死なれると夢見が悪そうだ。バレット、ここで終わりじゃないよ、星を救うんでしょ。ティファ、もう分かっただろう。星を救うなんてカッコつけてるが、俺はシンラに復讐したいだけなんだ。自分の気が済むようにしたいだけなんだよ。いや、まあ分かるけど、分かるけど、そうそう、俺らもう似たようなもんですよ。うん、そうや、分かりやすい。というわけだバレット。さてバレットと俺と、あ、バレットは抜けないのか。じゃあいつものメンバーで、いつものメンツでいきましょうか。オッケーす。パカってなんか開いたで、一人でに開いた、きっしょこれ、何これ、空っぽ、今一人でに開いたけど、まあいいか、深く考えないでおこう、ゲームやから。こいつ自爆しよるからな。赤の面が下向いたら自爆、赤の面が上向いたら自爆するのかな。オッケー。さあお金を貯めて、お金を貯めて、
ダインの居場所がわからないんですよね、現状。新入りか、じゃあ買っていけ。ああ、そういうルールだ。オッケーっす。まあ、店来たからには1個は買いますよ。え、今買いましたよ。全然恩義に感じてくれへんわ。それ以外は何もなし。話聞けそうで喋りかけられない。いい。グリーンハーブがこっちかな。シンラー、これ何？あ、なるほど、宿屋代わり。これ分からんで、今矢印出してるから分かりましたけど、これ分かんないっすよね。え、見て見ぬふりしてくれてる。コーツの部下の二人、新入りか、ならコーツ様に挨拶をしておくんだな。コーツ様、わー、仕切ってる感じやね。見ねえ顔だな。うん、上へ行きてえのか。行きたい。おめえここが分かってねえな。ここはゴールドソーサーのゴミ捨て場。てめえらもクズなんだよ。シャバへ戻りてえならチョコボレースで優勝するしかねえ。だがな、てめえらみたいな新顔がすぐ出られるほど甘かねえよ。まあボスの強化でも取れたら別だがな、取れるわけはねえか。オッケーオッケー、ボスは別におるな。どうやって、まずはチョコボを捕まえてくる感じかな。そのチョコボグルマでしたっけ、チョコボ社みたいなやつ、それと出会って何らかのアクションを起こす感じかな。あとはボスは南西以外の方向にいるから、一番可能性として高いのは北東。ぶっ飛ぶ。そうや、今ケアル入ってないからどうしよう。ピースメーカー盗まれた。何を盗んどんねこれ、何を盗んどんじゃこれ、返せこれ。オッケー、グレネードボムを編み出した。はいはい、ちょっと待って、もういろいろや、いろいろ言われるから、リミットですね多分ね。あー来た、レベル2来たわ。よし、グレネードボム、敵全体を攻撃。はい、違うね、マテリア外せへんからな。一回外に出たいっすね。ピッチを使いたい。じゃあ砂漠行ってみようか。どこから出るんやろ、あの上の上かな、多分そうやろな。じゃあ聞くやんこいつの攻撃。ずらせない、いやーずらせない、難しい、このカーソル、カーソル合わすのがめちゃくちゃむずいです。今までやったどの FF よりむずい。全体化レベルアップ。この上っぽい、ああれ、え、これも銃で撃たれた後だ。ちょっと待って、さっきこっち行ってないんですけどね。あっちが正解なんやろうけど、強いな。オッケー、自爆はこれで殺した。強奪、
何を喜んどん。よし、次ゴールドソーサーに行くときはチョコボレーサーとしてやったらもしかしたら3000円いらんかもしれんから、その可能性にかけるしかない。あ、いけるやん。え？いけるいける。とて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 。あれ？これ戻されてるということなのか。っていう表現なのか、これは。うーわ、ドエライの来た。大丈夫？これ。いや絶対あかんやつやろこれ。大丈夫かな、勝てんのか。ドエライの来てるけど、いや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 、どうなんやろ。わからんわからんわからん、いけんのかもしれへん。大体このパターンいけへんパターンやけど、死ね、あかん。もうちょっと頑張ろうか。もうちょっと頑張ろうか。もうちょい耐えれます。もうちょい耐えれるよ。サンドストーン。いやー、きつい。よし！あぶねー！普通の雑魚やん、めっちゃ強え。やばー、一旦戻って。迷子や迷子や、またあいつじゃん。うわ、またあいつやで。これルナテック入っていくから、こっちはやばい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 。こいつ行くぜ。ぶん殴りまくれ。やれるぞやれるぞ、これはやったんぞ。これはこの野郎。よし、バレット来た。グレネードボムでしたっけ。グレネードボム、うんうん、全体やね。なんかバレットが疲れてる。何これ、なんか疲れてる、すごい。どうした、車酔いかな。よし、あかん。ちょっとちょっとちょっと待って、ちょっと待って。くそ、ケアルが、ケアルが使えへんの、つらい。逃げた方が良さそうやな。帰れ。完全に迷子です。もうずーっとあの蛇ばっかりかな。逃亡逃亡。よし、逃げれた、よかった。え、もう変えることすらできひんやん。わあ、出た出た。おお、どうすんの乗るかい乗る。